頑張ってください。荷物の積み下ろしは5分で終えてください。10分は駐車違反ですよ。よくできました。トンネルの中で停車すると危険です。駐停車しないでください。はい、8時間を超える駐車はしてはいけません。正解。道路工事の場所から5メートル以内は駐車禁止です。ブブー。道路に駐車するときは右側に 3.5 メートル以上の余地が必要です。原動機付き自転車も例外ではありません。すごいですね。自動車の所有者は盗難防止の措置を取る義務があります。そうです。バスの運行時間を過ぎていれば駐停車しても問題ありません。よくできました。駐車場などの自動車の出入り口から3メートル以内は駐車禁止ですが、停止はできます。違います。駐車するときはバックギアに入れておいてくださいね。その通り。駐車するときは 3.5 メートルの余地が必要です。お疲れ様でした。